戸市中央2丁目にありますランバルさんに来ております。はい、おそらく星3つだと思います。早いよ。メニューも結構いろいろありますけど、ね、こんなんもありますね。デッドアライブ激辛ラーメン。さあということで今回は激辛王高俊でございますということで、はい、激辛高俊久々でございますよ。はい、行きましょう。やだこちら茨城面白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 研究所。デッドアライブ横のこれですね。行きましょう。マジか。怖い方はこの半面って言ってますね。あ、皆さんもちろん半面じゃございません。はい、みそさん食器ちゃんと本当に。はい、行きましょう行きましょう。マジかよ。いやどうですか久々の激辛を高俊ですけど。嫌ですね。久々ですね。久々です。嫌ですね。 ありがとうございます。すいません。激辛シフトだ。助かる。ありがとうございます。すいません。ます冷たい。冷たいやつだ。嬉しい。さあということで、はい、激辛王高俊さん、はい、あ、間違った。激辛王高俊どっちでもいいです。さあ、はい、激辛ラーメン届きました。いやもう匂いがねやばいっすね。なんかもう一番上に乗ってるこの糸唐辛子ですか。はい、はいはいはい。かわいいっすもんね。ああ、うん、そうね。なんかもう、うん、かわいいね。それこうスープの赤さとか、あとこうネギにかかってる唐辛子はもう見て匂いが来るだけで、ね、来るね来るね目に来るね。結構ズキズキし始めました。口の中が。行こう。ちょっともう辛い。早く、ね、もう辛い。まあ、食べてないじゃん一口も。行こう。いただきます。よっしゃ。さあ来た。本当に辛いのか。じゃあまずね、辛いのもそうなんですけども熱いのも苦手でね。おいや早いって絶対一口でもうパンパンになっちゃう。早いとかじゃないの。行かないと無理なんだよ。うわ辛い。行ってこれ無理よ。え、いや無理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 。いや無理よ。わあでもこっちまで来るねやっぱり。うん。あ、なんか来た。あ、たまに。はい、ちょっと。でもやっぱ辛いけど、後からズキュンっていうのが来る感じで、最初のこう口に入れた瞬間とかは結構こうガーリックが効いてて、なんか一瞬美味しいってやっぱなる。うま辛だ。うま辛。いや激辛です。でうまさもあるんだ。その後にやっぱもうガツンっていう激辛がもう襲ってくる感じ。じゃあうま辛だ。で油断させといてみたいな。一回油断させといてみたいな感じ。あ、なるほど。うま辛ではない。やっぱすすれないの。うん。ずるずるいったらなんか喉が焼ける気がする。なんか外国の方のラーメンの食べ方みたいなことですけど。すすらない、うん、すすらない。あのすすれない。すすれない。飛び散るのが怖くて。いや喉が焼ける気がするんだよ。いやうまそうに見えるな、うん、やっぱ一周うまい。最初の一口はマジで普通にうまい。そっから辛さが来る、うん、ガチャーンとガチャーンと。じゃあうま辛だ。いや、激辛です。絶対うま辛とは認めません。激辛です。せめてうま激辛。な、激うま。早く食えよ。あ、な、おお。やりたい。まずい。おお、いべ。ごめん、これ。あれ。手に出した。あ、あれや。もやし、にぎら、ネギ。うん。が入ってます。まあよくは味噌ラーメンの感じだね。うん。そこにも赤いのがふんだんに入ってるって感じ。うわー。スープ自体はね、
もう分かんないけど、なんかとにかく赤い味噌の上には上なのか分かんないけど、味噌ベースのすごい赤い感じ、味噌ベースだもんね、のすごい赤い感じすんげえ赤い感じをすな。上はもうだって辛いのが浮いてるもん。結構もやしも多いみたいな、うん、食感はシャキシャキで、ああいいよね、うん、じゃあうま辛だ、激辛です。滴り落ちてるここから、うん、ここから滴り落ちてるよ。いやもう限界ですね。やばダメよ。いや、汗が止まんない。痛い。替え玉？ん？替え玉？どう聞き間違えてんの？痛いっつって今。辛いって思いながら頑張って滑舌気をつけて、ちゃんと痛いって言ったつもりだし言えてたと思う。文字数も違うし。辛味噌足す？いや言ってないよ。お花が、さすがにお花はきます。鼻水も。鼻噛んだら一回。ティッシュ。穴という穴が開いてる感じ。穴という穴が開いてるという感じ。いや聞いた聞いた。大丈夫。うん。チャクラが流れてる。ナルトっぽいこと。あちょっと待ってください。ラーメンだけに。あ、でもやでもやでもいいもいい。余裕がね。すいません、時間も時間ですから。これ仕事あるから。これ仕事あるから。早くするよ。この後仕事のある時に食うもんじゃないの。まだ仕事ありますか。あ、結構ね、辛さはもちろんなんですけど。あ、慣れた。ニンニクを結構本で効いてるんで。この後仕事がある人はその内容によっては気をつけたタイミングで。あ、ニンニクの方が食べた方がいいと思う。あって言って。替え玉？え？替え玉？替え玉する？しないよ。やめてよ。違う、これ止まる時間じゃないんだよ。止まる時間じゃないんだよ。こっちだって動きたいよ。動かないと。こっちだって動きたいよ。動かないと。こっちだって動きたいよ。つけて止まってんじゃないんだよ。そうじゃ、本当仕事だから。本当仕事なんだから。こっちだって動きたいって言ってんだよ。本当仕事なんだから。なんでその仕事前に結果チャンジしようとか言うんだよ。早くやってきたら。やめてよ。激辛。激辛の方だから。違うよ。したね。もうギチャの CM じゃん。いやーとりあえず完食ということで。あいて熱っ。熱っ。鼻水熱いって何？熱いってどういうこと？分からん。あいて熱っ。ということで、ゲッパッツ、ゲッパッツ、ゲッパッツ、熱って何？わかんない、わかんないよこっちだって。熱って何？熱って何？ゲッパッツ、熱くないのなんだ？ボロブレス出てない俺。ボロブレス出てないよ。なんでカイドウなの？熱っ。ああ、はいはいはい。まあということで、ごちそうさまでした。ズバリお聞きしましょう。ダンボラさんの激辛ラーメンいかがだったですか。
これまさに食べるサウナです。どういうことですか？やっぱこう汗がいっぱい出るんで食べるサウナ。いただきました。はい、南丸さんの激辛ラーメンは食べるサウナプロペス。え、なんでつけたっすか？物足りなかったっ食べるサウナじゃ物足りなかったっ。あの食べるサウナでございました。本当に好きな人だけ食べてくださいって感じで。なるほどね。これはさすがにそうそう、ね、ちょっと辛いの食べたいなで食べちゃダメ。あ、なるほど。その辺の辛さじゃん。そこまそんなもんじゃないから。辛が超好きです、ね、刺激が足りなすぎるっていう人だけ食べることをお勧めします。なるほど。皆さん今日のぜひ食べてください。いや、食べるサウナだった。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散よろしくお願いします。お願いします。いや、食べるサウナだった本当に。めっちゃ気に入ってんじゃん。いや、もう本当にやんないよ。いや、やんない。あの、ぜひコメント欄にお待ちしております。いやいや、いやだ。激辛を高田さん、いや、マジでやだ。来てほしいお店の店主、マジでやだ。店主の方、お願いします。マジでやだ。行きません。